皆さんこんにちは、こんばんは、野本圭です。深夜0時2分頃からお送りいたします。中日ドラゴンズ雑談、中日ドラゴンズ予想の時間でございます。今日のオーダーはなかなかね、驚きましたね。はい、非常にね、すごいちょっと驚くオーダーでは来ましたけども、試合展開もね、これね、なかなかね、いや試合展開もこれね、なかなか結構珍しいと思うんですよ。はい、2試合連続ね、あれでした。はい、ね、まあでもね、ピッチャーっていう意味では明るい話題は出てきたかなって感じしますね。うん、いやピッチャーって意味では本当にね、ポジは出てきたかなって感じがしますね。でまあね、打つ方に関してはね、やっぱり今日はオーダーはね、ああいうオーダーでしたし、うん、っていうのもあるんだけどね、やっぱり主力組もね、なかなかね元気がないというところでね、ちょっとね、どうしてもね、やっぱりね、得点というところで、ね、どうしてもね、崩る、苦しくね、なってきてるなっていうのがやっぱありますね。こればかりはね、本当にこればかりはね、ね、まあ、立浪監督もね、なんとかという感じですよ。開幕に向けてメンバーを固定するとは何だったのか。いや、これはね、正直言うともういろんな意図がありますよ。はい、ね、立浪監督も説明していましたけどね、また改めてね、今日のちょっとオーダーとか見ながらで、ですね、今日はせっかくなんで、まああれですかね、一軍予想じゃないですけど、まあ改めてね、まあ現時点での、競争のね、状況とかもね、含めて全部ね、見ていければなと思います。はい、じゃあ本日まずはトップニュースいきましょうか。これね、今日のトップニュースはもちろんこちらでございます。はい、本日のトップニュースはこれです。はいね、こちらでございます。これちょっともうちょい、はいね、こちらでございます。はい、まあ、ドラゴンズではないんですけど、ドラゴンズに非常に関係性が、ね、深いものでございます。東邦高校が6対3で、前も確か6対3でしたっけね、というところでまたまたね、勝ち進むことができました。いやー、やっぱ東邦強いですね。うん、選抜の東邦やっぱ強いですね。はい、っていう感じですけどね、まあ、東邦が見事にね、勝つことができました。で、まあ、ドラゴンズ関係者がね、本当にね、今現時点のね、まあ、ドラゴンズ関係してる、ね、方も含めて本当にね、非常に多いんで、まあ、3人ぐらいいるんですね。主力メンバーだけでも3人ぐらいいますので、本当にね、本当にドラゴンズとのね、関係が強い、まあ、地元ですからねっていうのもあるんですけど、今日この選手がね、めちゃくちゃ打ってたのよ。ちょっと紹介するんですけど、これね、単純にすごいなと思って、まずね、この選手触れます。すごかったよ、本当に。4番バッターの石川選手、なんとツーベース、勝ち越しタイムリーツーベース、サードゴロツーベースという、でこれなんと3本もツーベース打ってまして、で、最後のね、これ石川貴也選手の弟ですけど、もう最後の1本がこれね、逆方向に見事なバッティングするんですよ普通にやっぱあれですね、すごいですね。まあ、これ兄弟ねだからっていうわけじゃないでしょうけど、でもまあ、でもそれもあるのかな、逆方向へのねバッティングが非常に素晴らしい。ライト方向にね、本当になんかね、まだねちょっとね線が細くて、長打っていうところは、ね、そんなにねめちゃくちゃ出る感じは、まあめちゃくちゃねポン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 長打っていうね、ね、まあ兄という感じではないですけど、バットコントロールね非常に良くてね、ね、なかなかこれいいですよね。はい、ということでね、今後もね注目していきたいなと思いますけど、でこの選手の応援歌ですよ。この選手の応援歌がなんと、わかります？
どっかで聞いたことありません？この応援歌はこれですよ。はい、何かと言いますと、なんと、応援歌が、はい、石川昂弥、まあ、兄石川昂弥選手のものを使ってるっていう。これね、ちょっとね、すごいなと思って、この石川昂弥選手の、ね、できたばっかりですよ。公開されたの今年ね、2月1日になったタイミングですから、本当にね、出来たての応援歌なんですけど、もう早速ね、応援してくれてるっていう。で、これはなんで演奏されてるかっていうと、これね、ちょっとね、いろいろね、経緯がありまして、ですね、実を言うと石川選手によりますと、弟によるとね、応援歌聞こえていましたが、自分の打席に集中しているね、まあ意識はそんなしていません。で、兄に応援歌ができたことも知らなかっただそうです。で、父に使えよって言われたのでリクエストしましたという。はい、実を言うと、まあ、本人は石川昂弥選手ね、兄の方の、ね、応援歌できたこと知らなかったんですけど、父に使えよと言われたのでリクエストしました。はい、っていうことらしいんですよ。で、この父ね、なぜ使えよと言ったのかと言いますとね、石川昂弥父、なぜかと言います、これもね、また理由があるんですよ。もういろんなこれまた理由がありまして、はい、これね、ちゃんと理由があるんですよ。これ中、あの中スポロも見ると、はい、これですよ。選抜決まった直後2月、甲子園なんて目立ってなんぼやぞ、昂弥の応援歌を使いなさいっていうことなんですよ。へえ、なるほどなと思いません？これなるほどと思わない？だから目立ってなんぼやぞっていう、やっぱり目立たないとね、あかんよということで、もう早速ね、これもう実際に目立ってるわけなんですけどね、あ、石川昂弥選手と応援歌だって言ってね、これ結構そのあれですよね、いろんなね、報道でももうね、メディアで出てますから、いろんなね、新聞各紙でね、本当にね、石川選手の名前出てますから、もうそれだけでね、アピール成功なんですけど、そうだからちゃんと目立ってるんですよ。これね、すごいなと思ってね、このね、石川兄弟のね、お父様はこれ非常にね、いろんなところでね、なんだあのメディアにね、出てくるんですけど、いろんなね、コメントとか残して、いやでもすごいですよね、これね、本当にね、ちょっとこうなるほどと思ったんですよ。で、これ実際にね、石川昂弥選手じゃなくてね、応援歌がこういう風に流れてるわけですから、これでも本当にかっこいいですね。改めて見ると名曲じゃないこれこれさ、ね、全然この普通にさ、高校野球のブラバネ流れても全く違和感ないというか、かっこいいんですよ。もうずっと聴いてたいぐらいマジでかっこいいですね、これね、本当に。いやー、いいね。で、ここからテンポアップしてって、ぜひともね、東方のね、しっかり東方だけじゃなくて、ね、どっかね、本当にねどんどんね、なんかね、愛知県だったらもうね、広まっていくのかなってぐらいかっこいいですよ。いや、これマジでかっこいいですね。いや、いいですね。はい、というね、そういう形でね、石川昂弥選手の応援歌がね、採用されました。はい、石川昂弥選手
で、ちなみに石川昂弥選手からもね、いろいろそのメッセージが届いてるそうですけど、ね、本当に名曲だと思います。あのね、どうだろう、ドラゴンズね、正直言うと、まあ、新応援団になってから結構個人的にすごいトップクラスの名曲だと思います、これ石川選手で。これがね、まあちょっとね、あれかなと思うんですけど、ね、チュースポのタイトルがねこれなんですよ。チュースポのタイトルもあれかなと思ってね、あの中日の兄より先に演奏ってね。いやと思うんだけど、まあそうなんですよね。実際まだ1回もね演奏されてないわけですよ、石川昂弥選手と応援歌。なんでね、まあそのね、動画は公開されてますけど、まだまだね、てかね、試合に出てませんからね、なんとも言えないタイトルなんですけど、もうぜひともね、早くね1軍にねまた戻ってきてほしいなという感じがします。で、石川昂弥選手ね、復帰に関してはおそらくね、まあ次楽天戦ぐらいでね、2軍の楽天戦あたりでね復帰するかなと思われますけど、楽しみです。はい、いやーね、本当に戻ってきてほしいですね、早く、というそういうお話もありますね。で、まあね、本当にね、東邦ね、今のところうまくいっていますので、ね、こっからどこまでいけるかね、石川昂弥選手のね応援歌も流れますのでね、あとはドラゴンズ関係者もねたっぷり出ますので、ぜひともねこの東邦高校を見てみてください。はい、要チェックです。次いつかな、次の試合がこれはいつだっけ、高校野球で、次の東邦高校の次試合がですね27日ですね、ですので月曜日です。はい、3月27日のこれ月曜日ですので、まあドラゴンズもね特に試合がない日ですのでね、本当にまあ試合は、まあ、見れる方はねじっくり見れるかなと思います。はい、いいで、楽しみですね。という感じです。でも本当にね、石川選手だけじゃなくてね、本当に注目です。はい、で、ですね、今日ね、いろんな情報があるんですけど、ちょっとね、これ先に触れようかなと思います。でね、ただね、これね、お天気微妙なんですよね。まず、ドラゴンズ、本日2軍です。ドラゴンズ、はい、中日ドラゴンズ2軍。なんと、本日、ね、負けませんでした。負けませんでしたというか、中止なんですよ。はい、中止です。ね、まあ、こればかりしょうがないですね。はい。いやー、てかね、あれなんですよ、あと言うと、日曜日もね、微妙でね、なんか2日もうね、流れそうなんですよね。名古屋球場天気とか調べると、これね、日曜日もね、微妙っていうか、ちょっと難しいかなって感じなんですよ。そのこれ朝方、もう朝方からね、お昼過ぎまでね、まあ、ずっと降るみたいで、で雨上がるのがね夕方ぐらいですから、ちょっとね土日が難しそうなんですよ、正直言うと。まあそれもあるんですけどもね、まあちょっとね、こればかりはもうしょうがないんですけど、いや、あれね、ごめん、水はけとかね、もうこれね、あれなんですよ、タイミング最悪で、もはやね、水はけとかそういう話じゃないんですよ。ちょっとこれ紹介しますけど、あのね、本当にね、ピンポイントにね、まあ難しいだろうなみたいな感じなんですよ。もうこれね、もう中止にね、野球中止にするための雨みたいな感じですよ、これ。名古屋球場朝4時ぐらいから降ってね、まあ4、5、6、7、8、9、10、11、12、13度をね15時まで降る予報です。もうこれ無理で、まあ無理って言っちゃうとね、そのね、まあわかんない、一応わかんないですけど、お天気なんで、あの非常に確率はちょっと低いかなという感じがします。いや、名古屋球場屋根はねちょっとね、もうね難しいでしょうけど、まあでもね、
屋根付き二軍球場なんてないですからね。やっぱりね、費用的なものもありますからね、まああれですけど、うん、まあちょっと難しいかなと思います。はい。でただね、まあ今日も中止になっちゃったんですけど、一応ね予定で見るとこうなんですよ。はい。中地投手が26日ウエスタンリーグに投げる予定とのことです。でこれでちょっと見えてくるものはあるわけですよ。うん。これどう思います？あくまでも参考程度ですけど、中地投手は日曜日に調整してるんですよ。で、一軍に関してもおそらくですけど、一軍は、今現状は日曜日、福谷浩二、そして多分だけど鈴木博志投手が日曜日投げるのではないかという、うん、多分この2人のリレーでまたまたねその一騎打ちになる可能性はあります。はい。で二軍に関してはこれは中地レイヤーです。でおそらくこの3人が日曜日を競争していくのではないでしょうか。うん。まあ曜日ずれちゃったんでね、ちょっと本当に参考程度にはなるんですけども、うん、おそらくこの3人がしばらく日曜日を、一番ね状態がいい選手をおそらく回っていく可能性が高いです。はい。うん。だからね去年はまあ、サンデー、ね、柳って言ってね固定してましたけど、おそらくちょっとここは競争枠になる可能性は高いでしょうね。うん、本当にね参考程度ではありますけど、まあある程度はちょっとね、まあ、考えながらやっていくんですかね。うん、うん、まあかなって感じですけど、日曜日週替わりっていうか一番いい選手を使っていくんでしょう。うん。で正直言うと中地投手は今回ね雨で流れてしまうので、まあアピールとしてはちょっとなかなか一回できない感じはしますね。うん。まあこればかりはね本当に何とも言えないですけど、上田投手はねちょっとね今ね打たれてるんですよ。これはね内容が良ければよかったんですけどね本当は。これ今現状ねちょっと紹介するんですけど、上田投手はね今現状ねどういう感じかっていうと、2登板連続でねちょっとね今こんな感じなんですよ。2試合でね11失点してしまってるので、そう、あもうなんかあのね、この前が良かったんですよ。この前が良かったんで、そこがね良ければ多分上がってったんでしょうけど、うん、まあ、上がるというか、ね、出番がそう、ね、あったんでしょうけど、ちょっとね、開幕、ねまあ、前後ぐらいから2軍、ね、開幕前後ぐらいからちょっとね崩れてしまってるので、まあ、これからになるでしょうね。またちょっとアピールをし直すということになると思います。うん、そうこれ完全投球の後なんですよね。で完全投球した後にね2回ちょっと打たれちゃったので、まあいわゆる上がろうとすると、まあ、大体3回ぐらいね2回か3回ぐらいまた高騰してでアピールということになると思います。まあ、ですのでまずはね2軍で、しっかりアピール求められるでしょうね。うん。まあこれね3月入ってからちょっと元気ないですからね。はい。で、まあ、福谷投手鈴木博志投手ね、まあ、1軍でも高騰続いてますし、うんね、このアピールになるではないでしょうか。うん。で、まあこういう今日おそらくこの2人が投げると思うんですよ。多分ですよ。中継ぎはある程度投げてるので、ね、昨日今日と多分だけど福谷鈴木博志2人ぐらいでね、ちょっと長めのイニング行くんじゃないかなっていう予想はしてます。で、あと言うとこれねわからないんだけど、
これね、でもね、これはチュースポが勝手に言ってるだけなのかなって感じがしますけど、立浪監督が昨日言ってた内容的に、まああくまでもね最短って言ってたと思うんだけど、これですね、あの高橋宏斗投手本拠地、4月 4.6 ヤクルト戦有力という、まあこれね、でも、まあ、そこまでは言ってないと思うんだけど、まあただね、そういうニュアンスで言ってたのかなって感じがしますけど、はい、高橋宏斗投手が開幕2カード目ヤクルト戦に登板させる考えを明かした。でこれは、昨日に関しては、ね、また別のコメントもあったんですけど、これも同じかな内容的には。で、ね、本人は巨人戦で投げたい気持ちはあるんですけど、中継ぎをやっていたのでね、で早くて2カード目という感じで考えてますって言ってたので、まあ、立浪監督のコメントだけによると、今日ね中継に関しても1回2軍で調整して次みたいな感じで言ってたのもあるんですけど、一応言うと現時点で言うと判明は、まあ、ちょっと迷っていますという言ってるので、まあ有力といえば有力なんでしょうけど、でもね1イニングしか投げてないんですよね。まあ1イニングしか投げてないので、先発調整してないのでね、なかなかねそこちょっと難しいのかなという、まあちょっと難しいのかなって思っちゃうんだけども、まあいけるんですかね。だから一応言うと、この前言ってたのが、あの3回から5回であればいける多分、このちょっとこのステップアップだけであればいけるかもしれない。ちょっと11になっちゃったけど、だからまあ5回ぐらいをメドにしながらであれば、まあありだと思いますよ。あの調整が変わるっていうか、投げてないんですよ単純に、長いイニングを。その調整が変わるとかじゃなくて、そもそもあれなんですよ、最後に長いイニング投げたのが去年のフェニックスリーグになるんですよ。でまあフェニックスリーグが最後でね、フェニックスリーグでちょっと長いイニング投げたのが最後でね、その後、まあ第2先発とかやったじゃないですか強化試合で。でまあ強化試合で第2先発やって、第2かな忘れましたけど、でまあ春季キャンプでまあ3イニングとか投げましたけど、でその後は侍ジャパン行ってね、タイブレークとか中継ぎになってるんで、村上の間近にしばらく行ったからかな。これでもまあ村上これね、でもまあ村上選手といきなり対決って言ってますけど、どうなんですかね。まあいや有力かと言われると有力なのか、まあ有力といえば有力っちゃ有力って感じかな。まあ内容的に、ただね、中スポが言ってる、まあ本当になんか、まあ中スポが言ってるんだからある程度正しいと思うんですけど、だから予想ですけど、29日、あ、これじゃん、こっちじゃん、ごめん、こっち29日の2軍楽天戦で、これがもしあるんだったら最短で4月ですね。こっちが4月になります。まあこれであれば、29日ライデル、いやもうぶつけ本番でいくかもしれないですね。
いやだからこれであれば間に合うんですよ、十分。29日は、まあ、枠井投手投げるでしょうね。これであれば全然おかしくはないと思います。いけなくはない、いけなくはないけど、いけるのかなちょっと分かりませんけども。で、ローテーション的に見ると、だからもうこれね、また改めてローテーションの話しますけど、まあ別に開幕ローテにね、そんなにめちゃくちゃこだわる必要もないんですけど、まあ現状はですよ、現状はというとこで言うと、でここが一応未定っちゃ未定なんですよ。松葉投手があんまりねちょっと元気がないので、とりあえず今現状はこういう感じです。で高橋宏斗投手がここに来る可能性はあります。ゼロではやっぱりないという感じです。いや松葉投手だと思ってたんですけど、まあ松葉投手が打たれてしまったのに加えて、まあ中スポが有力って言ってますから、内容的にはそんなことないですけど、まあなくはないという感じです。だからまああえてねハテナにしてますけど、で場合によってはこのピッ、場合によってはこっちがこっちに回る可能性もあるんですよね。で中地投手も待機してますから、まあね、やっぱりそこはここはね競争になる可能性が高いです。松葉投手だと思っていたんですけど、やっぱ状態見てね、他の選手もまあいいのであれば多分行くと思います。はい、だから選択肢で言うとね、まあ、当然、まあ、高橋宏斗投手も入るでしょう。やっぱりねちょっと無理させることになりますけど、で、鈴木宏あります、で中地あります、で松葉、まあ多分ね今現状はこういう布陣になると思います。小笠原、柳、福谷で開幕で、大野雄大、涌井で、ここが最後競争ですね。中地投手ね、ちょっと今回ね雨で流れちゃうと思うんですけど、登板が、まあこういう風になる可能性が高いです。はい、まあ強いですね。で、ちなみにこれは相手の先発も判明しました。開幕はここはちょっと分かんないですけど、開幕の先発ピッチャー、相手対戦ピッチャーが判明しました。はいね、判明いたしました。誰かと言いますと、まず一つ、戸郷投手はドラゴンズ戦を回避します。避けます、開幕は避けるようです。戸郷投手は開幕カードね、開幕2戦、開幕2カード目の初戦になります。つまり4戦目ですね。第4戦に戸郷投手は待機することになりそうです。ドラゴンズ戦は投げないようです。でじゃあ誰が来るのかと言いますと、どうやら助っ人勢が来るみたいです。どうやら助っ人勢が来るみたいで、スポーツ報知によりますと、はい、この3人がね来るそうです。ビーディー、グリフィン、赤星、はい、だそうです。まああんまりまだ正直、ごめん正直あんまり映像見てないですけど、タイラー・ビーディ、あんまりごめん、まだなんかこの前そんなにまだねさすがに映像見てないですけどね、で映像は見てあんまり見てませんけど、まあメジャー通算7勝だそうです。メジャー通算7勝をしてるみたいですね。メジャー通算7勝、年俸1億6000万円、へえすごい。
まあ、こうだからつまりどういうことかというと、だからここと、まあ、助っ人2人といきなり対戦ってなんかあれですね、珍しいですね。これなかなかでも珍しいと思いますよ、これ、この対戦は。だからこうなります。はい、うん、まあね、このメンバーで来るみたいですけど、まあね、ドラゴンズはね、とりあえず NPB 実績はね、ある程度あるピッチャー、うん、まあ並べますからね。小笠原柳ですよ。日韓も4月5日柳濃厚って書いてた。いやもうね、曜日的にね、土曜日しか投げてませんからね、柳投手。それでずらしたらちょっとびっくりしますけど。うん、とりあえずこういう風に戦うようですよ。どうですどうですというか、うん、まあ東京ドームですからね、まあある程度やっぱ打たないとっていうのもあるんだけどね。うん、まあでもやっぱりね、この3人ドラゴンズだったらもう抑えてほしいですね、なんとかね。東京ドーム難しいんですけどね。はい、まあとりあえずね、開幕はこのカード対戦になりそうです。でどうですかね、まあ打線的にはね、ドラゴンズほぼ決まってますからね、そのメンバーが打てるかどうか、ね、ちょっとね、打線の調子はあんまり良くないですけど、うん、ね、新外国人、まあ初見ね、対戦ですけど、打てるか打てないかね、難しいところですけど、はい、ね、このメンバーが対戦することになりそうです。うん、福谷投手今日投げるんで、まあそれ次第でしょうね。うん、打てるんでしょうかいやちょっと分かんないですけど、はい、ね、このメンバーが投げます。で、まあローテーションあって、で今日ちょっとね、いろんな話題あるんで、また改めて見ていきますけども、今現状は言うと、あー、これちょっとちゃんと内容見ていくわ。岡田投手、昨日も確かちょっとね、ちらっとやったと思うけど、岡田投手ですね。岡田投手が、まあね、リハビリ開始してるんですけど、今現状はこれね、松葉杖で、まあその使ってる状態らしいんですけど、これどうやら自力で歩けるまでに2ヶ月だそうです。ある程度ね、ちょっと、まあ、初めて全治という、まあ、全治というか、見込みっていうのがね、見えてきましたけど、自力で歩けるようになるまで2ヶ月だそうです。まあですので、どうでしょうね、まあ4月5月まあ多分だけど、な、まあだから後半戦かな、うん、まあ後半戦にどうなんだろうね、自力で歩けてから、まあピッチングまた別問題ですからね。うん、まあ後半戦にもしかすると実戦復帰できるね、まあシーズンも長いですから、まあ、どこかのタイミングで戻れるかもしれないし、うん、まあちょっと分かんないですね。そう、一応ね、上は上半身は元気ですけども、まあなかなかね、やっぱでもね、まあ、踏み出すのもね、だいぶ怖いでしょうからね。うん、まあ、終盤に戻れるか戻れないか、ね、そんな感じだと思います。から投手も第一歩ずつです。で、これですよ。ちょっと昨日ね、まあなんか、ちゃんと改めてね、石川昂弥選手の現状について説明します。
ね、みんな大好き石川貴也情報で、いろいろありまして、で、なぜこれちょっと改めてちゃんと紹介するんですけど、どうやら、はい、片岡二軍監督ね、まず膝の状態が思わしくなかった、はい、で、3連戦はもうゲームには出ません。まあ全体がね、あのドラゴンズ二軍自体がねこれ中止になりそうなんでね、なかなか、まあ、まあまあどっちにしろね出れなかったわけですけど、状態を見ます。で、甘やかしているとね思われるかもしれないけど、まあ、立浪監督からもね焦らずしっかり段階踏んでやってくれと言われてるんで、そういう風にしますということのようです。で、これさらにねちょっと別のもんで、これ中スポの方で見てみても、膝の状態がそこまで良くなかった。で、復帰は来週以降になるのかなと、はい。で、彼はね、ドラゴンズの中心にならないといけない選手なので、ね、そこはじっくりというのが立浪監督とも話し合ってる、ね、万全の状態で復帰できるようにということですという、ですので、まあおそらくね楽天戦で復帰となる可能性が高いです、うん、まあ当日判断にはなるでしょうけど、おそらく、ね、楽天戦あたりを、一つ目取り復帰になる可能性があります。うん、という感じです。うん、まあ焦る必要ないですからね。で、他見ていきますと、これかな、今日セレモニーも行われたんですよね、高橋宏斗投手。こんばんは。あと見ると、これで見ると、はい、じゃあちょっとここのあたり見ていきましょうか。今日の話で言うと、まず2軍が中止になりました。2軍中止になりました。この人が1軍合流しました。はい、名古屋球場2軍戦中止になりましたので、鵜飼選手が1軍合流です。今回は、今日に関しては鵜飼選手が1軍合流をしてきました、うん、まあまあまあ。で、鵜飼選手が合流しましたよということに加えて、まあでも合流はこんな感じかな。うん、はい、まあ、前回ねホームラン打ったので前の試合 でそういうのもあるのかなと思いますね。で、まあ、これからねちょっといろいろ予想というか、今現状の1軍2軍の予想じゃないですけど、まあ、1、2軍のこれいろいろねなんかあの振り分けってのが徐々に見えてきそうなんですよ。うん、どうやらある程度の入れ替えってものがちょっと見えてきまして、で、ちょっとねまず一つ言うのが、これも先に触れますけど、鵜飼選手は2軍になりそうです。鵜飼選手は今回1軍合流したんですけど、どうやら開幕時点では2軍スタートになりそうです。ちょっと改めてね、じゃあコメント紹介しますけど、立浪監督によりますと、うん、鵜飼選手ですね、これです、沖縄でファームに行かしたが、まあ、鵜飼の場合は技術的なこともそうなんですけども、もっともっとレギュラーを取るんだという気持ち的な部分が強くならないと成長しないと思い2軍に行かせた。うん、で、まあ、前日ね、これ2軍戦あったんですけど、あのウエスタンリーグですね、センターバックスクリーンにホームラン打ってました、最後に、ね、ホームラン打ったので、ね、今どれくらいの、ね、形になってるのかなというのも見たかったので1軍に呼んだ。で、ジャンピングチャンスじゃないですけどねというね、ジャンピングチャンス、うん、ね、ちょっと、ね、
ものにはできなかったですけど、ね、長い目で見て彼はね当然期待したいですし、あれだけ魅力がある、ね、長打力のある打者ですから、ね、開幕すぐってことはないですけど2軍でしっかり鍛えてね上がってきてほしいですと明かしてくれました。うん、まあそうね、ジャンピングチャンスをものにできなかったということです。で、逆に言うと一軍が濃厚になった選手もいました。一軍がありそうな選手も当然出てきます。はい、一軍濃厚な選手はこれは誰でしょうか、ね、沖縄の時からすごく変わってきた、途中ね結果が出ない時もありましたけどね、そんなにすぐにね、全てが良くなるわけではない、でただすごく可能性を感じる選手、チャンスがあればねどんどん使っていきたいと思える選手、開幕一軍そうですねと明かした。これ誰かと言いますと、ドラゴンズ細川選手は一軍濃厚ということになりました。おめでとうございます。まあ、濃厚なんでねこれ当然ね、ねこのタイミングで、ね、2軍にやっぱ行きますってこともあるんでしょうけど、まあ結構ある程度ねやっぱりチャンスは与えられそうな感じですね。細川選手は一軍ということになりそうです。これめでたいですね。うん、非常にめでたいなと思います。で、改めて見ていくと、じゃあ1軍2軍どうなっていくんだろうというのをねちょっと見ていこうかなと思います。うん、で、まあピッチャー、まあ、ピッチャーというか野手かな、今日野手でいきましょうかね。ピッチャーは、まあ、あれなんで、今現状じゃあ試合数でちょっとねまず一番多い選手が福永選手が結構出てるんですよね。これちょっと試合数でソートしながら、あれか、まあでも今日出たメンバーだけまず洗い出しますか、せっかくなんで。今日出たメンバーを先にちょっと見ていくと、今日がね、まあ、福本、岡林、カリステ、周平、細川、ビシエド、アルモンテ、大島、鵜飼、アキーノ、福永、木野拓さん、加藤拓磨、捕手でリュークがいて、柳投手は入れずに、後藤で、とりあえずこれが今日出たメンバーですよ。で今日出たメンバーでやっぱりねある程度この連戦でまあ、出た選手がね1軍ではあると思うので、他にあとねこれに加えてみると、まあ、加藤翔平選手昨日出てましたんで今1軍です。で他に見ていくと高松選手ですね、昨日高松選手出てました。はい、で他を見ていくと溝脇選手ですね。ですので今現状は1軍にいる野手っていうとこういうメンバーなんですよ。まあ2連戦の中で出た選手っていうのはとりあえずこのメンバーで、これに加えてまあ2番手キャッチャーでいうと一応まあ郡司選手もいるのかな、あいますね、今郡司選手いると思うんで、まあ出てはないんですけど郡司選手ね多分待機してると思われます。うん、こんばんは。で、まあとりあえずこのメンバー、もう一戦ちょっともう一回ぐらい遡るか、もう一戦ぐらい、まあでもまあロッテ戦がね参考にはなると思いますけど、ああそれ今日のスタメンでも気になりますね。オリックス戦も含めて見ていくと、他に出た選手誰かいたっけ？あーでもオリックス戦含めてもうあれですね、ほぼこれで決まりですかね、このメンバーしか出てないかな。うん、1戦目はまあねいろんな選手出てましたけど、
で最近3試合見るとこれなんですよ。これが最近3試合で、ドノービ選手はまた2軍にね、2軍合流してるので、だから最近3試合がこのメンバーです。最近3試合で、まずキャッチャーだけ見ていくと、開幕はこの3人がもう決定的ですね。そこはおそらくここは決まりだと思います。まあまあまあ、で、まず言うと、まあ、木野拓さんは正捕手でおいて、加藤拓磨捕手について立浪監督が絶賛してます。非常に大事なところでも任せられるって言って、これ高く評価してます、加藤拓磨捕手のことで。今日もいいところあったので、まあ、バッティングもね、いいところも、まあ、ありますし、ね、パンチ力もね、要所要所で見せてくれてますし、で、まあ、郡司選手はね、当然バッティングもね、非常にいいですしね、守備もね、やっぱり成長した姿がありましたので、このね、まあ、こういうところの布陣、キャッチャーはね、多分ね、キャッチャーはある程度もうこれでいくのかなという、ね、なんかキャッチャー問題って言われてましたけど、なんとかなりましたね、ギリギリなんとかなったね、ちょっとね、なんとかなったっていう、2軍もね、石橋浩太捕手戻ってきてますし、なんとかはなったかなという。その山浅選手は今2軍でね、頑張ってます。石橋浩太氏実戦復帰は出てるんでね、まだ守備はついてませんけど、まあ、そのうちあるかなという。でもありがたいですね、これ2番手キャッチャー取れましたね。結果的に、本当に結果的にですけど、2番手キャッチャー取れましたねいや本当にね、今年のね、まあ、オフがね、もうキャッチャー問題ってね、結局10月からね、もう2月ぐらいまでずっと言われてましたけど、1月ぐらいまでかな、まあなんとかなったのかなっていうね、ほんとギリギリ、はい、ありがたいです。で、内野見ていきましょうか、ね、内野に関しては、まあ福本選手は内野とは言わないか、カリステ周平さん、まあ細川選手もねファーストとかやってましたけども、ビシエド選手で、福永選手が、まあ、これ決まりですね。で、リュック、はい、で、高松水脇という、まあそうね、どっちにしろどっかでね、今年は取らなきゃいけないですね、何らかの形で。まあ、とりあえずね、今一軍、最近3試合出ていた、最近3試合出場選手、まあこういう形ですね。で、外野に関しては、はいね、まあ、福本選手いますよ、岡林選手、細川選手、アルモンテ選手、大島選手で、鵜飼選手、アキーノ選手で、後藤俊太選手、加藤翔平選手なんですけど、でまずちょっとここに関してはね、触れたいんですけど、鵜飼選手は現状は支配下まだ65ですね。で、鵜飼選手は2軍名、ね、ほぼ明言しているので、鵜飼選手はちょっと今回2軍降格ということに、ね、なってしまいました。2軍降格というか、2軍にね、まあ、2軍スタートということに、ね、これはなってしまいました。はい、で、どうでしょうね、人数的に見れば外野どうだろうね、これで、現状だと外国人枠的にこんなに入れれないので、まあちょっと今現状だとアルモンテ選手が、まあこれはまだ分かりませんけど、アルモンテ選手はちょっと今現状だと
まあね、他の選手がやっぱ使われると思いますからね。今日結果残したんだけど、まあね、そのビシエダ・アキーノがね逆に決まってますからね。そう、打点王なんですよ、地味にね。まあ打点王なんだけどね、まあ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 、こればかりはねしょうがないかなという感じですね。でカリステ選手はおそらくバックアップ的な役割も含めて入ると思うんですよ、二遊間。ね、二遊間的なところのやっぱりね、そこは内野のね、しっかり補うところでいうとやっぱいると思うので、まあ、基本的にはね、このまあどうでしょうね、外野に関しても、まあどうでしょうね、開幕一軍は、まあ、ある程度こういうメンバー、仮して開幕スタメンもあると思いますよ。ゼロではないと思います。まあ監督ね、あるそのやっぱね、まあ、ゼロではないと言ってましたからね。どうです、なんか意見あります？ある程度はね、多分こういうメンバーですよ、開幕は。ある程度は龍空ね、龍空バッティングね、なんとか、まあそうね、でもねこれ龍空はあると思う、まあ行かざるを得ないですよ。外国人は5人ですね、5人で4人ベンチ入り。いや、水脇選手スタメンでも打つんじゃないかな、わからんけど。細川ファースト、まあね、とりあえずいやでもまあこの布陣ですよね。ジャリエル戻ってきたらカリステ選手が外れるんじゃない？ジャリエル・ライデル入ってカリステ選手がベンチ外な気がします。まあ、いやまあまあ周平さん、周平さんでも打点王でしょ、ドラゴンズ。これすごいですよね、これね、周平さん打点王でもね、ドラゴンズのね、得点圏も含めてあんまりね、やっぱなかなかねちょっと苦しい成績なんですけど、打点王なんですよね一応ね。村松選手はちょっと今ね、まあ、リハビリではないですけどちょっと離れてますね。田中選手はねやっぱ1ヶ月ぐらいになるんですかね。まあ実際打点ね上げられる選手も少ないんでね、いいかなと思います。まあね、まあ、誰って言われても3番なかなか難しいですよね。これ本当にそうだけど、あの、まあ、3番っていうバッターも、まあ、そんな多くはないんですよね。まあ、福永選手とかはね結構ねそれなりに、まあ、出塁はできてますけどね。まあそんなに変わんないと思いますけどね、もう正直。もういよいよね、今日の YouTube では
山本昌も3番岡林押してた。ごめん、当たり、これね、でもね、3番岡林はこれね、でも本当にそうだけど、単純にドラゴンズで一番打てるバッターだから3番ってのはこれ全くおかしくないんですよ。3番ね、やっぱね、普通にですよ、普通に考えて出塁率4割5分あって、まあオープン戦とはいえですよ、出塁率が4割5分あって、で、ね、長打率まで429あって、 OPS が、ね、879で、ね、得点圏が5割あるんで、まあ実際ね、単純にやっぱ一番打てるバッターなんで、まあ3番ってのはおかしくないですね、うん、単純にだって一番打てるもんね理由ってもう本当にそれだけですよ。ただ単に、まあドラゴンズで一番打てるんだから、別にね、3番いてもおかしくはないですよ。得点圏でも強いですしね、速球打てるし、なんて言うんだったらね、まあ緩い球がね、ちょっとね、本人も気にしてるみたいですけど、やっぱ弱点って、まあ、それぐらいですからね、速い球も打てますし、1番田中、2番、まあでも田中選手がちょっと分かんないですからね、ね、田中選手が戻ってこればちょっと嬉しいですけど、分かんないですからね。で3番ね、難しいですけどね、でも岡林選手本当に素晴らしいですよ、現状は。これね、でもね、あれですよ、今のところ言うと結構やっぱ首位打者タイプになってきてるんですよ。打球が強いんでね、これ結構本当にね、ミートしっかり捉えるんですよね、打球強いんでね。大島さんとやっぱこれ川上健信さんも言ってたんですけど、大島さんのタイプではないんですよ、どっちかというと。だから打球が強くて、非常にね、長打もね、どんどん出てくるタイプですので、で出塁率も高いですから、どちらかというとちょっとまた大島さんとは違うタイプですね、やっぱ打球の、強さが違うというかね。まあ楽しみですよね、岡林選手結構振り切るタイプですかね、振り切って強い打球飛ばすタイプですから。いやでもね、3番でも本当にね、ちょっとこれ周平さんがね、なんともこれどうなんだろうね、周平さんが今、まあピリッとしないというけども、今ね、周平さんがまあオープン戦ですけどね、もうオープン戦とはいえちょっとやっぱ心配ではあるけどね、これはずっと言ってますけどね。いやー、まあ上がるかな、初戦オープン戦ですよ、でも初戦は。他球団3番はどうやって決めてるんでしょうね、まあ、打てるバッター3人ぐらいいるんじゃないですかね。でもこれでね、チーム内打点王ってのもなかなかちょっと悲しいですけどね、8打点で打点王ですからね。いや、岡林選手はでも単純に今ね、ドラゴンズ本当にトップクラスのバッターだと思いますよ、やっぱ。まあこういう感じです。ただまあちょくちょくいい打球ね、まあ今日とか良かったと思うんですよね、今日は比較的。ね、結構たまにいいバッティングね、本当にたまにいてもなんかすごい失礼ですけど、ちょっとね、今年はおっていうバッティングも結構あるんですよね。でもね、まあ本当にね、ちょっとおっていうバッティング本当あるんですよね。おやおやおやっていう、
そう、復調しそうな気配はなんとなく、なんとなしにあるんですよ。なんとなしになんとなしに。うん、去年よりはなんかね見えてる。まあね、バッティングもなんか一本のね、なんか筋がある感じもあるんで、そのね目指す方向性っていうのはね、まあ期待しましょう、ね、オープン戦も残り1試合なんでね、もうオープン戦残り1試合です。でまあちょっと一応じゃああれか、まあ、今日のちょっとスタメンでも見ましょうか。これ驚きましたけどね、これね、これびっくりしましたね、これ。まあでもね、これはちょっと話題になりましたね、今日ね。1番福本、2番カリステ、3番細川、4番アルモンテ、5番鵜飼、6番福永。まあ下位打線はねこれ固定でしょうけど、で7番木野拓さん、8番龍空、先発ピッチャー柳。うん、まあこれはね意図が、これ明らかに、いやこれはねもう明らかなんですよ。でまず言うと、おめでとうございます皆さん。ここは、二遊間とキャッチャーはこれは決まりですね。まず、うん、ここは決まりです。うん。でここは決まりで、じゃあこのメンバーはというと、競争ですね。うん、完全な。ね、ここはもう競争の枠に入ってないです。うん、やっぱりリューク調子良くないですけど、良くないですけど、ここはもう競争の枠に入ってません。うん、まあ入ってない可能性が高いですね。よっぽどなんかね、よっぽどここからちょっとあのまあね、なんか戦う顔をしてないっていう、いわゆるまあしょん、ね、ちょっとまあ本当にね、いわゆる守備の方でもちょっと元気が なくなってくるとまずいですけど、あの基本的にねやっぱり守備で元気なうちは多分リュークが出ると思います。うん、まあそれで行くとは言ってるんですけど、まあね監督のちょっと気が変わらなければ、監督のちょっと気が変わったらそれ別問題ですね。うん、まあ残りね、まあ残りね数日ありますけど、監督の気が変わってしまったらちょっとねリューク外れますけど、基本的にはまあ守備をねしっかりやってくれればっていうこと言ってますね。だからバッティングではないって言ってるんですよ。で監督もそのね、監督がリュークに言ってるんですよ、バッティングじゃなくて守備をやれと。これはマジで言ってる。あのバッティングを、バッティングはもういいから、お前は期待してないぞって言ってるんですよ。バッティングはお前には期待してない、もう守備を 100% でやってくれればいいって言ってるんですよ。でそれが、そこの守備がちょっとポロポロし始めると変わっちゃうんですよ。なんで、まあ練習含めて試合でね守備さえやってくれればという、うん、なんでそもそもバッティング求め期待してないって言ってるんですよ。本当にそのまま文字通りね、その言葉通り言いますけども、リュークにはバッティングは期待していないって去年からもう断言してるんですよ。ね、まあね、ちょっとね、それもね本人的にはね、やっぱ、まあ、そういうわけにいかないって本人もねやっぱ打ちたがってましたけどね。でまあ打たなきゃいけないのはやっぱクリーンナップと言ってましたね。まあ守備ね、本当に守備がぶれなければねいいと思います。まあ多分やるでしょう。うんね、もう本当にねなかなかねあれですけど、ねちょっとじゃあちょっとリュークについてね、本当にね気が変わらなければ多分、うん、
もう一回ちょっと紹介しますけど、これ立浪監督ですね。まあ、ショートである以上まず 100% ね、まあ 100% 守備あるで、これですね。やっぱり今日はね、これはあれですよ、数日前ですね。うん、これはちょっと数日前ですけどね、やっぱり今日はねすごくいい動きをしてくれたね。打つことに関してもやっぱり大事なんだけれども、やっぱりショートというポジションである以上守備が一番大事である。でね、その守りというところをね、これからも大事にしてほしいと言ってます。だから本当にね、まあこの気がね、この気が変わらなければ開幕スタメンですよ。うん、ね、まあよっぽど、ね、よっぽど何かない限りは多分いくと思います。で、まあ、福本選手ね、まあ、この上からね、まあ、サバイバルメンバーです。はい、さあじゃあもう結果だけまず見ていきましょうか。あんまりね、なんか今日攻撃を振り返るって感じもないんでね、特に。うん、まあ攻撃ちょっと上の方から見ていきましょう。まあでも上はよく打ちましたね。まあ、福本選手がね、これセンターに抜けそうな打球でしたね。非常に素晴らしいなと思いました。あれだね、積極的にね、振っていけましたからね。やっぱ代打はいけそうですね。うん、で岡林でもやばくない？岡林やばいね。あれなんか淡々とやってますけど、いやいいっすね本当にね。うん、ね、フォアボールも打球も、いやーもう、いやもう、やっぱ、まあ、違うなっていう空気出てきたもんね。若手ではあるんだけど、ちょっとやっぱ一流選手っぽくなってきたもんね。本当に若手感はなくなりましたね、完全にね。だから岡林勇気を期待の、だからこれってよく言うんですよ、岡林にはもうこれ期待じゃないんですよ。岡林選手は期待の若手選手ランキングなんてものに入らないんですよね。期待の選手ランキングとかね、もう完全にね、信頼とか、なんかどっちかそっちになってきますからね。信頼してるみたいな感じになってきますからね。計算から、計算とか期待、なんか信頼とかね、うん、若いんですけどもう期待じゃないもんね。そういう次元じゃなくなってきましたもんね。やってもらいたいもんね、やっぱね。てかベストナインですからね、当たり前なんですけど、はい、期待してます。今年も、まあ、期待してるっていうのもおかしいですけど、頑張ってほしいなと思います。はい、でカリステ選手ね、まあショート1本出ましたね、ヒットね。で周平さんもね1本いいのが出ましたね。はい、で細川選手ファーストやりましたね。でね、うまい具合に食らいついていって、これ良かったですね、本当にね。ここで出たの良かったですね。うん、これ大きいですよね、本当にああ良かったね。最近ねあんまり結果出なくてね、立浪監督すげえにっこりしてたよ。ヒット出た時めちゃくちゃもうにっこりしててね。まあ開幕一軍濃厚ですけど今、で、ビシエド選手ですね、まあ、今日ちょっとヒットは出ませんでしたね。
で、アルモンテ選手ね、でもこれね、まあね、いい打球は飛んでくれましたね。いいヒットは出てくれましたけどね。ああ、それ友杉選手でもすごかったですね。やっぱ硬いです、守備的なね、硬さありますね。ね、ね、友杉ね、まあ、ドラゴンズがね、ドラフト2位で指名するね、本当に直前までね、指名する予定だった選手ですけどね、サンデードラゴンズも特集まで組んで、ね、友杉選手硬そうでいいですね、うん、で、大島選手がね、大島選手普通にヒット打ってました。で、鵜飼選手がね、まあ2軍スタートに決定です。まあ決定しちゃいましたね、うん。で、アキーノ選手が空振り三振、まあ、大丈夫かというと大丈夫じゃないけど、あのね、まあ、開幕からですね、開幕ね、また改めて、ね、感覚も開くんでね、またリセットして、やってほしいなと思います。で、下位打線がね、なかなか、まあ、元気がないといえばそれでおしまいなんですけど、まあ、元気ないなというね。で、木野拓さんなんですけど、これちょっと先に触れたいのが、あの木野拓さんですよ。これね、ちょっとね、バットが折れて、相手バッターのバットが折れて、その折れたバットが当たっちゃったんですよね、肩周りかな、肩付近に当たってしまって、うん、でちょっと痛めたようなんですよ。で、ただ本人的には出れると言ってたようです。本人的には出れると言ってたんですけど、まあそのね、まあ無理する時期ではないんで、やっぱりここまで来ると、うん、なんで立浪監督が、てかあれなんですよ、あの次のね、打席立ってるんで、これ一応言うと、これね、あのいきなりこれあれなんですよ、そのバッター立ってすぐに交代したとかじゃなくて、打席立った上でこれ変わってますので、うん、だからあれですよ、一応言うとね、そうね、一応言うと、一応打席には立てる、うん、まっすぐにすぐに変わらなければいけないっていう感じではないですね。まあまあまあ、はい。で、福永選手は今日ちょっとねノーヒットでしたね。で、まあ加藤拓磨氏がね、これ加藤バズーカ待って、ね、よかったですね。で、まあね、うん、まあ、まあ最後ね、みんな空振り三振ですけど、どうしたんだろうね。いや、このバッター、いやでもね、毎年やっぱこの時期調子悪いんですよ。でも本当にね、なぜか知らないけど、春先ね、春先なんかあれなんですよ、あんまり春先から良かった流行、そんなに、ね、1年目もそうだったんですけど、打率がやっぱあんまり上がってこないですよね、毎年ね。花粉症なのかちょっと分かんないですけど、ね、キャンプぐらいからあんまり良くないですよね。で、あれなんですよ、5月ぐらいからやっぱ上がってくるんで、まあそのうち上がってくるのかなって見てますけどね、うん、いや、わかんない、なんかルーキーの時からね、ルーキーなんかも特にそうでしたね。最初ね、まあ2月3月ぐらい本当になんかあんまり良くないですよね。まあこれからかなと思います。いや、高校時代ちょっと分かんないですけど、はい、まあどうなんでしょうか。いやでもね、もうな、監督言ってますよ、もう守れればいいって言ってますよ。もうこれが全てじゃないかな。
いやでもねちょっとごめん、守りがね多分ね崩れてきたら多分逃げるんですよ。じゃなければ大丈夫です本当にね。もうね、もうとにかくもう守ろうというね、そんな感じだと思いますね。守りまでちょっと覇気が出てくるで、覇気がねなくなっちゃうと本当にね、ちょっと本当に強制送還になっちゃうからね、これ本当にね、ネタでもなんでもなくね。でも本当にあれだけど、あのあれなんですよ、そもそもちょっとこんなこと言ってしまう申し訳ないんだけど、あのまあ他もね含めて全然誰も打ってないですよね、あんまり ね。ちょっとこんなこと言ってしまえば本当にね失礼なんですけど、そもそもね、そもそもやっぱ全体がねちょっとね非常に打ててないかなというところはあるんで、まあねクリーンナップもそうですしね、やっぱり全体がまあリュークがどうこうっていうかね、リュークがどうこうっていうか、ねリュークがねじゃあヒット1本2本打つと点入るかっていう感じでもないですからね今現状ね。まあ、ちょっとそう全体がやっぱね今低調ですね、こればかりはなかなかいやだから最後だからね、もうちょっとだけね打てるといいんですけど、現状ね。はい、でね、あごめん今日スコア見てないわ、見てなかったです。そういえばあの今日ね、いやこれすごいですよ、でもこれすごくない？いやバンテリンドームとはいえこれすごいですよ本当に。昨日今日のスコアですよこれ。これはすごいですよ本当にね。えいやスミーチね昨日勝って今日1対0いやすごいね。あのまずピッチャーでもすごいですよ。あのごめんポジ要素ちゃんと見つけるとピッチャーいいですよ、単純に投げてる球が。でこれ触れたいんだけど、今日の柳投手すごかったね。マジですごくなかった？ちゃんといいとこ触れますけど、今日の柳投手めっちゃ良かったね。あの最後ピンチ招いたけどね、球速も145前後ずっと出ててビッタビタだしね、まあシュートもね決まってました、シュート決まってた、ね、チェンジアップよし、まあ、カーブ緩い球よし、何にもなかったもんね悪いところが。いいですね。まあそうね、友杉選手だけね、固め打ちされましたけど、まあ、本当に、ね、ほとんど捉えられませんでしたね。なんかちょっとね期待したいですよねこの感じは。まあね球速も結構出てましたから、これはいい気がします。まあ、来週に向けてね本当にあとは、ね、最終調整すれればできればって感じでしょうかね。で砂田投手やばくなかった？とみんなごめんみんなやばいんですけど、今日砂田投手がえぐくて、あの、まあ、ボール先行で入ったんだけど、ね、最後スライダー低めに決まって、これすごかったんですよ。でこれがやばいのよ、この背中から入ってくるスライダーがもう完璧に決まって
これね、もうあれですよ、本当背中から来る感じですよ。そうね、左はねやっぱいけるよ。いけると思います。左の対左の多分ね、被打率見るとね、これは対外試合で見ていくと、対左被打率が1割、20打数2安打、20打数2安打ですね、対左。そう、避けてたよね相手ね。すごくない？1割、20打数2安打対左。だからやっぱ左には通用しますよ。でただ右に対してがやっぱり被打率が高いので、これは、右に対してはちょっとね4割超えてるんですよ。右が4割、左が1割なんで、そこはちょっともしかするとちょっとシーズン入るとね考えるかもしれませんね。で最後もサードゴロでした。で、山本匠投手も三者凡退、いいですね。で田島投手もね、まあ相手のねちょっとね盗塁死もありまして、三振ゲッツーもありましてね、かとばずかって、いいんじゃないですか。投手陣は本当にね非常に素晴らしいなと思いますね。え、2試合連続完封ってなかなかできないですよ。バンテリンとはいえね、本当に非常に素晴らしいと思います。投手陣はね本当に素晴らしいなと思いますね。で多分もうね、多分このメンバー投げませんから、オープン戦ねいい形で終えたんじゃないですかね。はい、まあこういう形です。ね、打線はちょっと分かんないけど、打線どうでしょうね今日。打線って一応打線予想するか、多分結構今日はね当たる気がする。今日の打線は当たるんじゃない多分。あ、で立浪監督によるとなんかね言ってたのが、今日のスタメンの意図が、このメンバー、まあ競争いい姿見せてほしいっていうのはもちろんなんですけど、途中から出るメンバー、途中から出る主力選手、まあレギュラー陣も途中から出ることでちょっと緊張感があるみたいな感じでね言ってましたね。でこのメンバーもちろんですけど、途中から出る緊張感って言ってましたよ。はい、今日のスタメンの意図はレギュラークラスの選手が途中から出るというのも緊張感があると思ったので、まあ、やってみたっていう。あとは、まあ、若手選手のいい姿を見ることができたってことを言ってましたね。だからまあいろんな意図があるんでしょうね、まあ、そんなにね全部が全部説明してくれはしませんけど。で、あとは木野拓さんについては、本人は出られると言っていたらしいですね。まあ大丈夫、今後のこともあるんでということのようです。だから木野拓さんはあんまり心配はないです。で今日一番評価上げた選手が一人いるんですよ。加藤の方は安定感がある、終盤大事なところでも使えるなというのは見せてもらった、それが今日の収穫で、さらにそう、大事な場面で起用できるなとまで言ってるんですよね。それが収穫と今日の。だからこれは加藤拓磨捕手は、まあ一軍決まりですよ。おめでとうございます。めでたいですね。で非常にね評価高かったです。まあ実際にいいところはありましたからね。2番手っていうところも決まりです、これは。まあ当然ね1番手もね狙っていってほしいですけど。なんでもしかすると木野拓さんどうでしょうね。まあ回避はするかもしれないですけどね。で3番、まあ周平さんでしょうね。そんなにでも
打順予想でもうもはやただの、ね、そんなにもうここまで来ると、あ、逆に何かありますかって感じですよね。これ以外どうだろう。6番、今日6番でも福永選手ですかね。まあ昨日たくさん一応入れとこうか、出るかもしれないんで、うん、まあこれでしょう。まあねこれじゃないかな。なんか特に何もないですもんね。まあせやなという、いやいや、まあ特にねないと思うんですよ。まあでしょ、まあこれね予想って言われてもまあ確かにねっていう感じだと思うんですけど、まあ変わり映えっていうか、まあだいぶ若いですからね。そもそもねめちゃくちゃ若いメンバーですからね、これね。相当変わってはいるんだけどね。まあねこれしかないですよ正直で。いやー多分最後はねもうある程度このオーダーでいくんじゃないかなと思うけどね。さすがにもうオープン戦ラストなんですよ。でねオープン戦がいよいよラストということでね、まあ、勝てば貯金で終わります。で今ね6勝6敗です。まあ普通ですね、普通です。まあ大体真ん中ぐらいです今オープン戦。まあ普通、普通ですよ。5割。はい。だからまあ最悪これ負けてもね、マイナス1だし、勝てば貯金1。まあ普通、普通ですね。で、ドラゴンズ、そうなんですよ。ドラゴンズにしてみるとオープン戦ではいいんですよ。この数字というのは。普通っていいんですよ、ドラゴンズにとってはね。いや、いつもの中日はもっとひどいっていうか、あんま勝てないんですよ、オープン戦。なんで比較的いい感じですよ今これマジで5割で終えれるんだったらすごくいいです。貯金するともっといいです。ね、なかなかね。であれなんですよね、なんかオープン戦見るとドラゴンズ結構点取れてる部類なんですよね、全体で見るとね。なんかねあれだと全体的にあんまりやっぱ打ってないんですよね。まあ各球団いろいろ事情があるでしょうけど、はい、またね頑張っていきましょう。まあまあでもねトータルで見ると点取れてる部類ですよ、ね、はい、じゃあまた頑張っていきましょう。お疲れ様です。高評価高評価よろしくお願いします。